ミロスラフ・メチージュは、チェコスロバキア、ボイニツェ出身の元男子、プロテニス選手。1988年のソウル五輪で、男子シングルスの金メダルを獲得した。1986年の全米オープンと1989年の全豪オープンで、四大大会に二度の準優勝がある。どちらも決勝戦で、イワン・レンドルに敗れた。自己最高ランキングは、シングルス4位。 ダブルス4位。ATP ツアーでソウル五輪金メダルを含むシングルス11勝、ダブルス9勝を挙げた。身長190センチメートル、体重81キログラム、右利き。メチージュは基本的にグラウンドストローカーであり、ガットを極めて緩く張ったラケットで柔らかく、技巧的なショットを得意とした。長身にもかかわらず、 俊敏なネットプレーを見せたことから、ビッグ、キャットというニックネームで呼ばれた。1986年全米オープンと1989年全豪オープンの決勝で敗れたイワン・レンドルとメチージュの対戦成績は、レンドルの5勝1敗である。メチージュがレンドルに勝った唯一のカードは、1987年3月のリプトン国際選手権決勝戦であった。 他の四大大会でも、メチージュは1987年全仏オープンと1988年ウィンブルドンでベスト4に入り、全体的に安定した成績を残している。オリンピックにおけるテニス競技は、1928年のアムステルダム五輪以後、プロ選手の登場により除外されていた。しかし1988年のソウル五輪で、プロテニス選手の出場が認められ、 64年ぶりにオリンピック競技としてのテニスが復活する。オリンピックはアマチュアの祭典であるという基本理念を覆す決定がなされたため、当時は大きな波紋を呼んだ出来事だった。その記念すべき大会で、メチイジュは準決勝でスウェーデン代表のステファン・エドベリに勝ち、決勝戦ではアメリカ代表のキム・メイヨットを3から6、6から2、6から4、 6から2で破って復活金メダルの第1号選手となった。メチイージュは現役生活の間スウェーデンキラーと呼ばれていた。エドベリーニは前日のソウル五輪準決勝のほ他、1986年のウィンブルドン3回戦で勝ったこともある。マッツ・ビランデルとの対戦成績はメチイージュの7勝4敗であり、とりわけ1988年のウィンブルドン準々決勝では、 ビランデルの年間グランドスラムを阻止する勝利を挙げている。1986年全米オープンの4回戦でもメチージュが勝った。1990年のウィンブルドン4回戦でステファン・エドベリに敗れた試合を最後にメチージュは背中の故障のため26歳で現役を退いた。1993年にチェコスロバキアが連邦解体してチェコ共和国と スロバキア共和国が独立国家となり、デビスカップでスロバキアチームが1994年に発足した。メチージュはチーム発足から現在に至るまでずっとスロバキアチームの監督を務めている。息子であるミロスラフ・メチージュ・ジュニアもプロテニス選手になった。ありがとうございます。